ねえ、マヨちゃんパートか。ああ、めっちゃ探してますね。そっちはどうだった？見つからなかった。そう、一旦伊藤さんのところへ戻りましょうか。そうね。多分見つからないように移動していく的な感じかな。ああ、いますね。ここにも青年団の人たちが。見つからないようにしなきゃ。上は通れないよね。多分目線があったらそれはもうバトルの合図みたいな、そんな感じだと思うので、多分ここ通るんじゃないかな。だよね。オッケーオッケー。どっちだ？こっちか。これはなんかあるわけではないのか？ね、入っちゃっていいのかな？入れるこれ。あ、いけたいけた。薪がある。で、井戸の中に入って、なるほど。これ大丈夫なの？めちゃめちゃ膝かっくんやってるけど。とりあえず後ろなら大丈夫なんだね。これも振り向かれたらもう一発でアウトなんだけど。基本後ろついてくようにした方がいいかな。やっぱもう一人いるよね。って考えるとその方が良さそう。これ多分振り向くんじゃね？だよね、やっぱり。はい。え、待て、やばくね、やばくね。やばいやばいやばい。おー、危ねー。とりあえず上行ってみようかな。お二人がぐるぐる回ってるポイントか。まあ、かぶらないようにいけば。よし、オッケーオッケー。行きましょう。てか、真後ろ大丈夫なんですね。あれ待って、あのお家ってさ、お父さんやマスパさんがいるところじゃない？これあれか、マヨちゃんもしかしたら戻ってっちゃうのかな？お屋敷方面に。それじゃあ行くとするか。親父、覚悟はいいな。なあ、あいつらの手の内はもうわかってる。たとえ相手が超能力者でも必ず前を取り戻してみせるさ。どうかしたかい？いや、数時間前の親父とは大違いだなと思ってな。あの、頼りなかった親父がここまで成長するとは、なんだか感慨深いものがあるな。何言ってるんだよ、マスパ。早く行くぞ。おう。って、ちょっと待った。誰か来る。ミレンさんたちかな。うわー。これ、意外と見つかるの早いかもしんないね。今のはミレンとシュン。あの二人、こんなところで何を？マヨが一緒じゃなかったな、まさか。もしかしたらマヨのやつ、あの二人から逃げ出したんじゃねえか？だとしたらこれはチャンスだ。二人の後を追おう。いよいよみんなが。
同じ場所に集まろうとしますね。で、そうだよね、戻れないんだよね。ってなるとモビアック牧場に行くのかな。モビアック牧場方面が空いてるから行くのかな、ついに待望の。そんな戻れなくなってる、別の道を探さなきゃ。うわー、そうなるよね。ね、うわ、これ逃げる系か。なるほどなるほど、あの看板見ていけばいいのか。時々さ、ミレンさんがまっすぐ突っ切ってくるの怖いんだけど。え、じゃあ斜め移動とかした方がいいのかな、真ん中ね。さあ、モビアック牧場へようこそ。そう、なんかマスコットキャラみたいないらっしゃいましたが、あ、変わった、真ん中ね。わー、めっちゃ緊張する。はい、これはこれはまっすぐ行こう。下かな、オッケーオッケー。あぶねー。待て、ミレン、何？さっきから気になってたんだけど、僕ら誰かに後をつけられてる。まあさすがに気づいてるか。どうせ村人たちでしょ、ほんとすごいよね。どうする、放っておいたら厄介だよ。じゃあ追ってこれないようにすればいいわ。うわー、そうするのか。お父さん大丈夫かな、頑張りました。あれ、そこ道が途切れてないか。どうやら橋が落ちちまったみたいだな。そんな、それじゃあどうやって向こう側に行けばいいんだ。おーい、の青年団の人たちですね。あなたたちは。我々はイカルギ村の者です。村に不法侵入した男女と高校生ぐらいの女の子を追ってるんですが。マヨを探してるんですか。マヨ、それじゃああなたは。私はあの子の父親です。誘拐された娘を取り戻しに来たんです。おい、何やってんだよ親父、そんな奴らほっといてさっさと。なんだこいつ。彼のことは気にしないでください。いや、すげえ気になるんだけど。ですよね。あの子の言っていたことは全部本当だったのか。これで伊藤さんがようやく分かってくれるんだ。それなのに私はあの子の話を信じてやれず、逆に追い詰めてしまった。私はなんてことを。おい、反省会は後でやってくれよ。今はそれどころじゃねえんだぞ。実は橋が落ちてしまったせいで先に進めなくて困ってるんです。何か崖を渡る方法はありませんか。それなら少し遠回りになりますが、崖を迂回する道があります。我々が先導しますのでついてきてください。いいんですか。娘さんの危機的状況については我々にも責任があります。だからどうか協力させてください。ありがとうございます、よろしくお願いします。ちょっと待った親父、迂回なんてしていたらマヨが捕まっちまうぜ。でもそれ以外に方法があるだろう、一つだけ。俺を向こう側に放り投げてくれ。マスパーさんだけでも先に行くのね。分かった、マスパー、全部終わったら寿司屋に行こうな。親父、それってもしや回らない。回転寿司我慢してくれ。では我々も行きましょう。はい、行きましょうか。さあ、ということでおそらく
モビアック牧場だよね。お、モビー君と写真撮影をしよう。これ入れるのかな。あー入れる、かわいい。モビアック牧場すげえな、本当にあるんだな。どうしよう、門が閉まってる。どこか別の逃げ道を探さないと。別の逃げ道。トラックありますね。あ、なんかありますよ。紙切れが落ちてる。このモビアック牧場の中に入れるってことだよね。で、あの場所的には、何でも持ってないから、あれ持ってっていいんじゃねえかとも思うんですが、多分、ここじゃないか ?OK。行きましょう。いやもう、パワフルですからね、まやちゃん。余裕ですよ。さあ、中に、来ることができましたよ。一見モビアックは気持ち悪い外見をしていますが、実はとても穏やかな性格をしてるんですよ。どうです、モビアックに対する意識変わりました？おー、まあいろいろあるんですね。あ、入れる、行こう。なんだなんだ、モビアックアイス250円。まあでもこのくらいしますよね。なんていうか牧場とかさ、そういう場所のアイスって。何でもありですね。モビアックジャム、牛乳プリン、ケーキ、八つ橋、八つ橋、サブレ、まんじゅう、ポテチ。とりあえず出ようか。で、ゴミ箱、自販機、自動販売機がある。かなり割高な価格設定になってる。まあそういうもんすよね。この部屋はコックでなければ入れません。え、どういうこと？でもなんとなくつかめてはきたぞ。多分さ、お屋敷でマヨちゃんの衣装チェンジあったじゃないですか。それ多分本格的に使うんじゃないかな。どっかにあって、着替える場所が。受付って書いてある。事務員ね。やっぱいろいろあるんだ。おトイレ。おトイレは入れる。そっか。で、こっちも行けるか？とりあえず一通りチェックしてみよっか。ここ入れるね。スタッフの日記見ましょう。今日面白い噂を聞いた。この牧場にある建物は、もともとは真理の眼という宗教教団の施設だったらしい。マジか。真理の眼は手放した土地と建物をオーナーが買い取り、牧場に改築したんだそうだ。確か真理の眼の教祖は妙な仕掛けが好きで、教団の施設に様々な仕掛けを施してるそうだが、この牧場にもその妙な仕掛けとやらがあるんだろうか。まあ、残ってるんだろうね、きっと。今日送別会の席で先輩から聞かされた話が頭から離れない。すべての蓋を開けたとき何かが起こる。一体どういう意味だろうか。なんかヒントっぽいね。ロックの解除は事務室の端末から。色システム、似た配色の服装でも構いません。なるほど。うわー大事だ。
じゃあコックさんじゃないと入れないってところは白い服で、事務員じゃないといけないってところは黒い服か。でも代用が可能ってわけですね。これは覚えておこう。まあこれもなんかありそう。とりあえず蓋を全部開けるみたいな。あれってトイレかな。今のところトイレぐらいですよね、できそうなのって。何かの図。カプセル内の水分が不足しています。至急緑の投入口から水を投入してください。固体が危険です。ああすごいですね、一気にバイオハザード味が出てきたんだわ。で多分トイレだ、蓋を全部開けるみたいなやつは。ちょっとやってみよっか。これを全部開けた状態にして、多分こっちもかな。そうすれば、おお、やはりか、衣装が入ってる。やっぱそういうことだよね。うわ、いっぱいある。うわ、ちょっと全部見てみたいな。で、色的にコックさんは白だったから白衣で代用できて、事務員は黒だったからメイド服なのかな。とりあえず一通り見てみよっか。おお、あれ待って、歩き方とかも変わってる、もしかして。微妙に細かいですね、メイド服。おお、この辺を駆使していくわけですね。全部見よう。あ、なんか浮き輪持ってない。こういうアイテムを使ったりするのかな。浴衣、水風船かな。あれ多分水が不足してるってのはこれじゃないかな。水手に入れられるポイントってあんまないっすもんね、町娘。おー、ほんと細かいね。チアガール、すごい。ずっと左腕を上に上げておる。じゃあとりあえず白衣にしてコックさんで入れるところから行ってみようか。ここでしたっけ。これはステーキがある。食べますか。はい、いただきます。なんもなかった。水が出ないってことはそうなんだろうね。あの水風船で代用かな、浴衣の。待ってね、次はじゃあメイド服にして事務員さんの入れるところに行こう。よし、付箋のついた本が開いたままになってる。電話機、おお、モビアック牧場主催の夏祭りの企画について、浴衣でご来場いただいたお客様には水風船のプレゼントを実施しています。ぜひ浴衣を着てご来場ください。やっぱそういうことか。じゃあゲーム機あるね、ゲーム機あるんだけど、ノートパソコンあるけど。なるほど、とりあえずそういうことだね。まあ予想通りというか。
わ、ウォーターサーバーいいな。いいなとか言ってる。じゃ浴衣にして、でこの右手にこのポンポンしてる可愛らしいね、この水風船を使いに行こう。やっぱそうだよね。よし行こう。これでいいのかな。あれ待って、今さちゃんと顔グラも髪型変わってた、まよちゃん。え、細かくない？すごい。で次は待ってね、考えて考えて。これでいけて、作業員、作業員は確かベージュの服で入れるはず。ベージュ、あすごい、まゆちゃん全部教えてくれる。ベージュってなんだっけな、どれだっけなって今考えてたら答え教えてくれたわ。確かに学生服がそうだったね。あれベージュってなくねって今一瞬思っちゃったけど、そういえば初期服がそうだったわ。オッケーオッケー。さあ行きましょう。タッチパネル、なるほどね。そうやってやってくんだ。これはさあ、モビアックの餌は大事だ多分。これで多分これで OK。 これでもう一回スイッチやってみよう。よし、オッケー、ありがとうございます。衣装チェンジしていってから進んでもいいんですが、まあ、この先ね多分真面目な場面とか多々あると思うんですね、おそらく。なので、まあ、初期服であるこの服装がいいのかなって思うので、それで行こうかなと思います。多分ここだよね。行こうか。袋のネズミって言葉知ってる？あ、ミレンさん。こんなところに考えなしに逃げ込むようなガキにはわからないかしら。さあ、もう無駄な抵抗はやめて黙って私たちについてきなさい。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。